のパタパタ運動です。このエクササイズは肩・肩甲骨を緩めます。ポイントは肩から動くのを感じることです。それでは一緒に始めましょう。レッツコアコン。手の甲を床につけます。手を内側、外側と動かしながら、ゆっくりと手を胸の横まで開いていきましょう。胸の横まで行ったら、ゆっくりと滑らせて元の位置に戻ります。この動きを繰り返していきましょう。腕は肩から内側、外側、内側、外側と動くのを感じます。だんだん肩周りの筋肉や関節が緩んでいくのを感じていきましょう。では基本の姿勢へ戻ります。